シネフク大国在典23.24は2014年まで広島県福山市にあった映画館4スクリーンを有していた。運営会社は株式会社フューレック。フューレックは福山市内で福山、映画ル8シネマズ、福山駅前、シネマモードなどを運営している。1892年芝居や演芸ができる劇場として大国座が開館。 1927年には放火による火災にあって再建され、1945年8月8日には福山大空襲によって消失したが、1950年12月に木造2階建てで再建された。1955年の全国映画館、騒乱1955年版には福山市に六館ある映画館の一つとして、 大黒座が記載されており、座席数は658席、大英、新東方系の映画館であるとされている。1960年の映画館名簿1960年版には、福山市に14館ある映画館の一つとして、大黒座が記載され、座席数は750席に増加している。三代目の大黒座では、三空ひばりや長谷川和夫なども上演した。 1960年には3度目となる火災に見舞われたが、これを機に鉄筋コンクリート作りの建物に建て替えられ、当時の地方都市としては、別格、中国地方では2番目の 70mm フィルム上映設備を備えた大劇場、大黒座と地下の新天地大映の2スクリーン体制となった。この建て替えの際には、フランス製の演劇鑑賞用のシートが導入されている。 1960年代が最盛期であり、年間約40万人もの観客を集めた。運営会社の藤本工業は、大黒座を含め、福山市内で7巻の映画館を運営していた。1975年の大黒座は、福山市伏見町の福山ピカデリー劇場と共に、洋画ロード召喚であり、510席があった。1987年には2階に、ミラノ座が開館し、 シネフクビルは、大黒座、ミラノ座、スカラ座の3スクリーン体制となった。大黒座とミラノ座では、大作ハリウッド映画が、地下1階のスカラ座では、小畜系の映画が上映された。1990年代初頭には4、スクリーン体制となり、2階に、洋画のミラノ座、1階に、洋画の大黒座と国広のミラノ座に、地下1階が、スカラ座から解消した。 国広のミラノ座さんとなった。2000年には、福山市昭和町のグリーン劇場がミニシアターのシネマモードとしてリニューアルオープン。2008年1月26日、シネマモードがシネフクビルの地下に移転する形で、1階のミラノ座2がシネマモード1、地下1階のミラノさんがシネマモード2となった。これにより、4スクリーンの名称はそれぞれ大黒座、ミラノ座 シネマモード1、シネマモード2となった。昭和町の旧シネマモードは167席の多目的劇場、シネマモードアネックスとして様々なイベントに活用されている。この年の10月に二重心臓が上映された際は、秋原正俊監督と同作に出演した、ぬるみず洋一、有末真由子の3人が10月18日にミラノ座で舞台挨拶を行っている。 2013年4月20日、大黒座、ミラノ座、シネマモード1.2を、シネフク大黒座に、館名統一。この年の10月期に、劇場版、あの日見た花の名前を、僕たちはまだ知らない。が上映された際は、同作のキャラクターデザイン、創作が監督を務めた、田中進がと、メンマ、本間名子役の声優、血の愛が10月27日に、 舞台挨拶を行った。また12月17日には東京ドームシティホールで行われた第3回 AKB48 紅白対抗歌合戦のパブリックビューイングもあった。2014年2月1日にはラジオの恋の公開を記念して主演の中国放送アナウンサー横山雄二と監督の直川ワエが舞台挨拶で来館。同年8月23日には サケボムの公開を記念して、プロデューサーの瀬尾博光と主演の浜田だけの舞台挨拶が行われた。閉館を告げる案内板雨漏りリや配管の不具合などの施設の老朽化、市中心部の空洞化による売上減少などを理由に、2014年8月31日にシネフクビル内の4スクリーンすべての営業を終えて閉館した。閉館間際の数年間は、 年間観客数が7から8万人まで減少していた。最終日には、崖の上の、ポニョ泣きながら笑う日、少女たちの羅針盤の3作品が上映され、そのうち、泣きながら、マイナスに出演した、俳優、後尾海と、少女たちのマイナスに出演した、女優、森田彩香が同館を訪れた。9月の建物取り壊し前には、 大黒座を舞台とした映画、シネマの天使の撮影が行われた。当館解体後の跡地には、大手コンビニエンスストア、ローソンと福山市に本社を置くドラッグストア、ププレヒマワリが共同提携した商業施設、ローソンププレヒマワリ福山大黒座店が2015年7月31日にオープンした。ありがとうございます。